皆さんどうもこんにちは、ガクです。ソニーさん、8月19日からやってきたナショナルガーディアンズレベマ比較やっていきたいなと思います。今週はマテウス、ジェフ、マルディーニ、とんでもないガチャがやってまいりました。いや、お盆明けぶちかましてきましたね。僕の独断点検になるんですけど、こんな評価で全選手見ていきますので、ぜひ最後に見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。今回特に時間かけていろんな比較など持ってきたので、よかったら高評価していってね。では行きましょう、レッツゴー。で、まずはですね、このガチャの評価引くべきかってところで言うと、こちらの5段階中星5とさせてください。注意書き付きではあるんですけど、星5、メリットデメリットこんな感じですね。いや、まずこのガチャ、チェフとマルディーニが超トップクラスですし、マテウスも全然悪くないので、このレベルの守備的な B 固定が一気に補強できるって考えたら、かなりの神ガチャですよね。まあ大型アップデート直前っていうのがなんともいやらしいですけど、個人的には引いて後悔することはないガチャなんじゃないかなって思ってますね。3人中2人欲しいならぜひ勝負しちゃってください。ただですね、一つ注意点があって、それが他の手持ちとの比較。チェフ、シュマイケル、確かに強いです。ただ他の選手たちと比べた時にぶち抜けたぶっ壊れかって言われると、そこまでではないので、マルディーニに関してはトミー・アラウホ持ってたら無理しなくていいですし、チェフに関しても前のブースターチェフとかシュマイケル持ってたらそこまで無理に獲得するほどではないので、ぜひこの後の比較を見ながら冷静に判断してみてください。まあ、誰も持ってなければ相当神ガチャですね。イカキンでもだいぶ引きやすい、最近の中でもトップクラスのガチャなので、まあ、タイプは違いますけど、一人出たら撤退みたいな、そんな引き方をしてみてもいいかもしれないですね。ということで、この後の比較がっつり楽しんでいきましょう。まずはハイライトから、第8位 B 評価リカルド・ロドリゲス。この選手めっちゃ名前言いづらいんですけど、ウイレ時代は黒玉の選手でしたね。センターバック登録ですが、スキルがっつりサイドバック向きなので、今回はサイドバック育成を持ってまいりました。脚力、クイックでしっかり振ってみたんですけど、サイドバックとしてはスピード瞬発が足りなすぎます。過去版と比較してもディフェンスセンスだけは勝ってるんですけど、他は負けちゃってますので、過去版持ってれば十分です。第7位 B 評価ヨアキム・メーレ。ボルフスブルク所属で E フットボールでは未所属組となります。両サイドバック、両サイドハーフできてスピード瞬発高いのはいいんですけど、さすがにスキル渋すぎるのと、インナーラップなのでかなり好みは分かれそうですね。過去の習慣との比較はこちら。プレイスタイル違いますし、好きな方選べばいいですけど、基本的には習慣がいれば十分かなと思います。第6位 A 評価ジャック・ヘンドリー。ハイライト初登場、超強化枠で登場。能力値はね、全体的に物足りない感ありますけど、スキル割と揃ってて、195センチの高身長、あとはディフェンスセンス、瞬発、守備意識、この3項目がもっと強化されて欲しかったですね。第5位 A 評価ダビド・ラーム。本適性が左サイドバックのみ、かつインナーラップ確定発動なので、かなり限定的な起用にはなりますけど、スピード瞬発しっかりあった上で、最低限の守備性能、足元にパスうまいのが特徴。今回調教科学ですし、能力値はなかなかに優秀ですよね。ただね、ラームも未所属組で C 固定な上にコンディションの波大きいなので、ここがかなりきついんですよね。過去版と比べると上下度はありますけど、足元パスの上がり方えぐいので、基本的に能力は過去最強ですね。ただプレイスタイル違ったり、コンディションに関しては過去の方が優秀なので、できれば両方とも残しておきましょう。第4位は A プラ評価イーサン・アンパドゥ。イングランド2部リーズよりアンパドゥが2回目の登場。センターバックにも本適性があるアンカーで、能力値はまあしっかり強いって感じですかね。飛び抜けたエグさはないですけど、守備、スピード、スタミナ、フィジカル、全体的に大きな欠点はないので、他にいいアンカーいなければ育ててみてもいいと思います。前回からはプレイスタイル変わってるものの、能力は圧倒的に今回です。第3位 A プラ評価カステールス。現役のゴールキーパーの中でもトップクラスに身長の高い197センチに、スキル面、コンディション完璧。未所属組なので C 固定ではあるものの、波小さいなので問題なく使えると思いますね。ただね、もうちょっと能力が欲しかったかな。197センチにこの能力の時点で普通に強いんですけど、せめて無理なくゴールキーパーセンス90乗るぐらいまでは強化が欲しかったですね。過去版と比較すると、1乗り換えの2乗り換えなしです。第2位は A プラ評価シュタロ。この選手初登場なんですけど、結構優秀ですよね。まず見てほしいのがこの守備数値。ディフェンスセンス94、ボールダッシュ93、守備意識95と、この3項目はトップクラスとも引けを取らない能力値。スピードはフィジカルも最低限ありますし、波小さいと調子の安定感もありますので、センターバック少ない方は育成してみてもいいんじゃないかなって思ってますね。スキルもエアバトルつければ完璧です。
そしてラスト第1位はエース評価ポッシュ。頭2つぐらい抜けて優秀なのがこのポッシュですね。昔は通常でセンターバック育成するのが有名でしたよね。で今回もねセンターバック育成考えたんですけど、ディフェンスセンスとフィジカル周り伸びきらなくてちょっと厳しかったので、今回は守備的サイドバック用育成を考えてみました。いやでもね、守備的サイドバックとして結構いいと思うんですよね。守備とスピード全て90前後ありつつ、スタミナもバッチリ、スキルも主要な守備系スキルはついてますので、スライディングタックル、闘争心あたりをとりあえずつければガチスカでも十分やれる性能だと思いますね。まあ強いて言えば瞬発力かな。シャビアロンソで使えば85乗りますけど、サイドバックって考えたらもうちょっと惜しかったのが本音ですね。前回からはプレイスタイル変わってるものの、圧倒的に能力今回なので乗り換え推奨。あとは過去の強かった通常と比較するとこんな感じでしたね。いやディフェンス能力高かったんですよ。なのでセンターバックで使うなら旧通常バージョンのが強いですけど、瞬発などは圧勝なので、サイドバックで使うなら今回って感じで使い分けてみてください。ということでハイライトは、まあ、ポッシュが強いとは思いますけど、まあ、正直ぶっ壊れ的な強さではないですかね。このガチャもエピックが欲しいかどうか、そこだけで判断してみてください。ということでまずエピック1人目は S 評価マテウス。今回最大総合値型とおすすめ育成2種類作ってまいりました。まずはこちらが最大総合値育成。今回はデュエルブースター付きで最大総合値103で登場。マテウスとしては初めてのプレーメーカーっていうのも大きな特徴ですね。でこちらがですねおすすめの育成になります。いやマテウス育成迷ったな、いろいろと考えたんですけど、まあ、とにかく低い数値が少ない選手なのでバランスよく強化してみましたね。シュート4振りするだけで決定力8に乗ってきたり、その上でこの圧倒的な守備能力、スピード瞬発もちゃんとあるので、軽くて奪える中盤としてはかなりいい能力に仕上がってますね。まあ、こういうですね守備的な選手としてはもうちょっと身長あればよかったですよね。本適性としては DMF センターバックでもやりますが、身長面から競り勝てなかったりとか届かないシーンありそうなので、メインの起用はセンターミッドフィルダーがおすすめですね。あとは OMF に薄い適性もあるので、 OMF をポジション適性で解放していただいて、守備超高いがっしり系トップ下で使ってみるのも結構面白いんじゃないかなって思ってますね。まあ、今回で言うとチェフマルディーニがえぐいので、正直2人と比べると若干劣るんですけど、まあ、そもそもこういう中盤の選手って大当たりとして狙うってよりも大当たりのおまけ選手として出てくる時に狙いたいと個人的には思ってますので、その役割としてはマジで最適な選手なんじゃないかなって思ってますね。ちゃんと強いです。ちなみに同じプレーメーカーで最近出たベロンと比較するとこんな感じ。守備面はマテウス圧倒、スタミナ決定力なんかも勝ってますけど、他数値はベロンですね。多少役割は違うとはいえ、身長9センチ高くてスピードあるベロンの方が、まあ、総合力は高いのかなって印象ですね。最後に過去版との比較、2枚での比較になるんですけど、1枚目は全員ブースターないし、さすがに能力今回圧勝ですね。まあプレイスタイルは違いますけど、基本的には乗り換えちゃっていいと思いますね。で2枚目はこんな感じ。マレオンのビッグタイムにはスピード守備面で圧倒、基本的には乗り換え推奨ですね。で唯一迷うのが丸5のブースター持ちエピック。ヘディング、キック力、パス系がバイエルン版で、ボリコン、ボールキープ、決定力は今回のドイツ版、まあ、よりバランスいい感じに仕上がってますね。ただ大きな違いはありませんので、特別プレイスタイルにこだわりがない限りは丸5持ってたら今回のマテウスは狙わなくていいと思います。そして2人目は SS 評価マルディーニ。今回3つの育成の方持ってまいりました。まずは最大総合値型。今回のマルディーニは守備的サイドバックのプレイスタイルでディフェンスプラス2のブースター付き、なんと最大総合値103となりました。そしてフォートレスの追加ですよ。後半リードしてる時の守備数値ほぼカンストレベルまで上がってくるんじゃないかなって思ってますね。いや間違いなく強い。でまずこちらがですねサイドバック育成になります。今回守備的サイドバックだし、左サイドバックの守備的足りてない人結構多いと思うんですよね。手中でサイドバックで使うならこの育成がおすすめですね。スピード瞬発欲しいので、脚力、クイックネスをがっつり底上げしつつ、ディフェンスも最低限の8振り。いやディフェンスに関してはね、8振りでもこれだけ数値あって、さらにフォートレスが乗っかってきますので、勝ってる時の守備力っていうのはぶっちゃけもうサイドバックレベルじゃないと思いますね。右サイドバックも解放して両サイドバックできる完全無欠なマルディーニ目指してみてください。
って感じで、まあプレスタ通りに育成するとこんな感じなんですけど、他の守備的サイドバックとの比較気になりますよね。どーん持ってまいりました。一気に5名比較できる比較特別の表になります。これ見るとね、長所と短所が一目瞭然なんですよね。一番右のマルディーニが全体で何位かってところを見ていただきたいなと思うんですけど、まず足元パス、このメンツでも1位連発なので、まあこの辺りの優秀さっていうのを見て分かりますよね。さらに守備能力見てください。ディフェンスセンスがこの5名の中では唯一95で1位ですし、ここからフォートレスでプラス3,4されるって考えたら、守備数値もこの5名だとトップレベルなんですよね。なのでこの辺りを見てもやっぱマルディーニ強えなとはなるんですけど、問題はスピード瞬発。正直スピ瞬98.4って全然低くないんですけど、このレベルになると他選手が異次元なんですよね。守備的サイドバックだとスピード95に瞬発90弱っていうのがトップのラインになりますので、そこと比べるとどうしてもスピ瞬の物足りなさはあるんですよね。特にサイドバックはスピードで刈り取るシーンっていうのが多くなってくると思いますので、まあやっぱりサイドバックって考えると、この辺りの守備的サイドバック持ってたら無理に今回取らなくてもいいんじゃないかなって思ってますね。なのでそういう方はこの後のセンターバック育成検討してみてください。はい、センターバック用にですね、調整したのがこちらになります。裏総合値105、フィジカルにもうちょっと振ってシャビアロンソ監督で使うと最大裏総合値107までいくらしいですね。いや107って今まで見たことない気がするけど、センターバック最高値じゃないかな。いやあのね、育成もマジで迷ったわ。エアバトル11振りすればフィジコン88まで伸ばすことができるので、そこまでねセンターバックって考えたら伸ばしたいなと思ったんですけど、今回スピード90乗ることを優先してこんな育成にしてみました。まあ脚力13振りとちょっと無理しても守備数値しっかり高いですし、まあねセンターバックで考えても間違いなくトップクラスの性能ですね。足元の安定感抜群だし、マジで欠点のない完成された能力となっております。まあ本当に守りきりたい時とかはこの育成でサイドバックに置いて超カチカチにしてもいいですし、まあ他選手との差別化って考えると僕はこっちの育成の方がおすすめですね。で実際にですね、これ冨安との比較持ってまいりました。足元パス干渉ですけど、守備フィジカルは冨安優勢。身長もありますし、まあさすがに冨安とかアラウホレベルまではいかないかなって印象ですね。ただマルディーニに関してはこっからフォートレスあるんですよ。後半リードしてる時であればトミー洗うことも同等クラスの性能まで上がってくるんじゃないかなって思ってますね。まあ基本的にはトミー洗う方いたら無理に狙うほどではないですけど、3番手の選択肢として僕は2人がいても獲得する価値はあるんじゃないかなって思ってますね。最後に過去版との比較、強いですね。フィジカルと守備数値に関しては過去版の方が優勢ですけど、スピード瞬発、足元パスが今回で、まあ、こっからフォートレスの底上げもあるので、守備数値も基本的には過去版と同等。サイドバックで使うにしてもセンターバックで使うにしても今回なので、マルディーニ好きな方とかは今回に乗り換えるべきだと思ってますね。ただプレイスタイル変わってるのだけは注意です。最後にまとめるとこんな感じ。いやー難しいっすよね。まあ、過去の選手持ってたら結構それで十分で、まあ、どっちか言うならやっぱりセンターバックの方が他選手との差別化できるかなと思ってますので、センターバックとして欲しいかどうか、そこをメインで考えていただくといいんじゃないかなって思ってますね。ラストは SS 評価ペトルチェフ。もう結論から言います。現環境最強格ゴールキーパーです。チェフ、シュマイケル、このどちらかは持ってるだけで世界変わりますので、まだ持ってない方ぜひ獲得狙ってみてください。今回のチェフはゴールセービングのブースターで最大総合値103、ゴールキーパー能力も上から96、90、91、97、98、バケモンです。まあ、僕実はシュマイケルよりもチェフ派で、レート2000まで連れて行ってもらったのもチェフのおかげでしたね。ただこれ注意点があって、前回のブースターチェフ持ってたらぶっちゃけ無理しなくていいと思いますね。マルヨンとの比較見てください。まあ誤差レベルですよね。どっちか言うなら今回ですけど、正直マルヨン持ってたら今回無理に取りに行く必要はないと思います。他の1から3までは全部乗り換えでいいと思いますね。まあ、あとはシュマイケル持ってる方もこの比較見る感じ無理しなくていいかな。身長の違いはあれど能力はシュマイケル優勢なので、まあシュマイケルで十分ですかね。まとめるとこんな感じ。ブースターチェフシュマイケル持ってる方は引かなくて OK で、それ以外の方は獲得必須級、ぜひ狙ってみてください。まあ正直ね、この流れでいくならもっと強いブースターシュマイケル後々絶対出てくるとは思うんですけど、今このチェフからさらにぶっ壊れみたいな能力にはなりにくいと思いますので、今回のチェフ取っていただければ最低でも
ても半年、長ければ1年ぐらいは使えると思うんですよね。特に今回マルディーニ・マテウスっていう激アツメンツと一緒に弾けるチャンスっていうのはなかなかないと思いますので、まだ持ってない方はぜひ前向きに狙ってみてください。ということで今回の動画は以上で終わっていきたいなと思います。今日も最後までありがとうございました。ちょっと長くなっちゃって投稿も遅くなってると思うんですけど、その分愛情を込めて作らせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。